あればなかったらもう終わる感が当たりました。ディッセル4買いました。知ってる？やっと始めたで。神戸って入ってる商品ってたくさんあると思うねんけど、その中でね、一番安いものをちょっと買ってきてほしいね、俺ら二人対決ね。あ、なるほどね。商品に神戸とか KOBE とか入ってるやつをちょっとみんなくまなく探して、で、うん、安ね、うん、探してもらって、制限時間30分でいいかな、うん、30分で30分で制限時間探してきて、で30分、はい、でいっちゃん高いの買ってきた人は負けなんで、うん、罰ゲーム、え、デスソースです。はい、あの前回買ったやつあるんで19分、まあ、20分スタートしましょうか、はい、ってことなんで、じゃあそこから30分ということなんで、じゃあ12時50分に戻ってくると、で開けやーで、じゃあ行きましょうか。それでは神戸の最安値対決に開けやー。とりあえずセンター街に来て、ここでちょっと何かがあるかと思いますので探してみたいと思います。なんかお土産屋さんとかないんかな。ヴィッセルのオフィシャルショップがあるので、ちょっと発見したのでそこを見てみたいと思います。ヴィッセルのオフィシャルショップに来ました。ここでちょっと安い何かも買いたいと思います。あ、買ってきました。ヴィッセル買いました。これは勝てそうな気しますね。集合まであと10分ぐらいあるんで、ちょっとさらなる安いやつがあるかもしれないということで、ちょっとお土産屋さんを見たいと思います。セブンイレブンお土産屋さんをちょっと見たいと思います。スキハネ334円、集合場所に行きたいと思います。スタートしましたけど、これなセカスト一回行ってみて安いのあるかなと思うんですけど、どうでしょうか。いい神戸が今流行ってるからセカストはないか。やばいぞ、神戸ありました。僕わかりました。ロートに行きます。ロート入りましたよ。文房売り場に来たと思います。あるかな、それ売ってるかどうかやな。前けどあったんで、借りたいと思います。ちょっと、ロフトなかったんで、ちょっと大急ぎで移動してます。ちょっとね、前行った時あったんやけど、ちょっと今、時間もないから、ちょっとダッシュで移動します。純空堂のビルに来てます。あれば、なかったらもう終わり。まあまあ、調べたらあるとかじゃないんで、あったぞ。これは一番安いんじゃないでしょうか。こう思い当たるもんはあるんですが、調べてもなかなかなさそうなんで、やっぱりあそこですかね。また15分ぐらいあるんですが、これより安いのがあるかもしれないので、コンビニとかフラッター行ってみましょうか。もうあと 2,3 分で時間になりますので、集合場所に戻りたいと思います。どうでした？それぞれむずかったな。一応みんな手には入れた。手に入れた。いやもう俺確信してるよ、買ったって。あ、ほんまに。俺もでもごめんけど結構買ってる自信ある。嘘、買ってる自信はある。せーの、なるほど。めっちゃええ勝負なんちゃん。ビーフン、ビーフンね。いや俺買ったんちゃうか。これ神戸ノートね。神戸ノートめっちゃ安いもんな。そうかそうか、そうなんです。神戸ショコラ、え、めっちゃいいなこれ。ヴィッセル神戸ビーフン、
はあ、おいくらです？店員が出してるやつな。そう、コラボ。そんなんまずあったんやっていう。そうやね。普通に美味しいぞ。全員のあれとあって。いろんなあの選手のやつあんねんな。うん。神戸ショコラな。そうやね。なるほど。これに関してはごめん、またあの出しまくけどドンキー。ああ、なるほど。これの店にもあんのよ。なるほどね。ほんでひょっとしたなと思って行ったらありました。俺これは200円。税込み200円。106円です。マジで100円それ。いいいやもう350円やろ。ごめんこれは味もついてるやつやろこれ。だってそうです。だから絶対350よ。作れるやつやから、うん、多分350とかじゃ298円。280とかな。298円。162円。おお、くそやろ。あの出な、どうなってんの。安っ。俺神戸ノートで200円もすんの。え、ちょっと高いわ。ちょっと高いな。どこで買ったん。いや、そのロフト行ってなくて長沢文具書店行って。まだ次回お楽しみということで。いや、罰ゲームあるんだ。いや、何このリアル罰ゲーム。なんかほんまの負けやわ。今日はあのグラスのな。まあまあまたまたでしょ。うん。その話もな。そうです、ゆとり神戸です。待ってますよ。マジです。やったー。知ってる。ゆとり神戸ですかって。登録しますよ。嬉しい。嬉しいな。これは嬉しい。これはステッカーやわ。好きです。大盛りのご飯食べれます。なるほど。オッケー、分かった。これ次やりましょう。お願いします。皆さん大盛り探すんで、こんなん初めてやわ。ありがてー。いやいや、ちょじゃあ罰ゲームを。なみなみすぎるって。うわ、表面張力すごいわ。この出会いにありがとう、サル。おお、これ何年。あれ、いける。あれ、いけそう。あ、なったなった。もうなった。すごいな。絶対なんだ。怖い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 。ほら、嬉しい。あかん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 。あかん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 。もうあかんやん。もうあかんやん。これっていつも思うねんけどさ、水とか持たんとやるなんなんやもん。そうそう、とかあるやん。大体あるもんな。これあんま持たんとあんまやらんのこれ。そう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 。じわじわさ、じわじわずっと苦しんでさ。ということで、はじめろディの負け。